1. 1食道2、遺産、十二指腸4、小腸5、盲腸6、中水7、結腸8、直腸9、肛門1、上行結腸、2、横甲結腸、3、下行結腸、4、S 状結腸結腸とは、大腸の内耳腸骨下から、仙骨上端までの部分である。結腸はさらに上行結腸、横甲結腸、下行結腸、S 状結腸に区別される。 長さは、上行結晶は約2 0トル、横行結晶は5 0トル、下行結晶は2 5トル、S 状結晶は4 5トルである。結晶は、消化管で吸収利用されなかった食物の残砂を貯蔵する器官である。結晶は、他の大腸と同じく粘膜、筋層、小膜の酸層より構成される。 金層は消化管では二層に分かれ、内側が和層、外側が重層であるのが一般的であるが、結腸では外側の重層筋が3箇所に集まって結腸紐を成している。これは手術などで小腸と結腸を区別するのに重要な目安となる。結腸紐はそれぞれ名称がついており、前壁のものは大網紐、後壁のものは真膜紐と自由紐と呼ばれる。 また、大網紐と自由紐のところで結腸の表面の腹膜に脂肪組織が集積して、黄色で洋上の腹膜水と呼ばれる組織が存在することも結腸の特色の一つである。結腸を栄養する血管は大きく二つに分けられる。上行結腸は右結腸動脈と下位結腸動脈、横行結腸は中結腸動脈、下行結腸は左結腸動脈。 S 状結腸は S 状結腸動脈が栄養しているが、この内海結腸動脈、右結腸動脈、中結腸動脈の右枝は上腸間膜動脈から分子し、中結腸動脈の左枝、左結腸動脈、S 状結腸動脈は下腸間膜動脈から分子する。静脈は同名の静脈から門脈に入る。ギリアン・ポーコック、クリストファー・ D ・リチャーズ。 オックスフォード、生理学現象3班、上村圭一、岡野秀幸役丸善、2009年、462ページ。ありがとうございます。